俺の名前は大客賞。 YouTube を始めてまだ3ヶ月の新人だ。チャンネル登録者は260人とまだまだ少ないが、これからとある先輩大物 YouTuber さんに会って動画投稿についていろいろ教えてもらおうと思っている。この人がフェニックスチャンネルのフシ君。チャンネル登録者を3000人突破した大物 YouTuber だ。まずな、お前何がダメか分かるか？何ですか？まあ俺はさ、やっとチャンネル登録者3000人突破したんや。いやマジすげえっすわ。俺の高校の全校生徒より全然多いっすもん。まあな。ところで、お前に耐えないもんや。はい。髪色が地味や。すぐ奇抜な髪色にしがち。あー、髪色ですか？まず流行りの YouTuber 考えてみ。だいたい奇抜の色やろ。印象が大事やね。インパクトが大事。お前ちょっと地味やから。でも富士山って黒髪ですよね。まあな。まあ俺は個性あると思ってさ。真琴さんも黒髪や。すぐ影響されがち。あとな、動画の内容やけど、とりあえず過激なことやれ。あー、でも過激系って批判結構多くないですか？ばっか、そんな言うたらなんもできんやろ。関西人言うたらな、大体は道頓堀に飛び込んでるんや。そうなんすか？やっぱ気違いがトレンドやからな。関西イコール気違いの風潮。あー、もしかしたら俺今度真帆さんとコラボするかもしれん。え、マジっすか？すげえっすね。山王のバナナさんからもフォローもらったさ。それもすごいっすね。おう、それであの人今ジオ入ったやん。その関係で真帆さんとコラボあるかなと思って。マジっすか？え、なんかそんな話真帆とさんとしたんですか？バカ話してねえよ。もしかしたらっつったろ。え、まあそういうこともあるかなって。ただの早とちり。今日はとりあえず南で撮影するか。はい、やりましょう。あの、すいません。はい。フェニックスチャンネルの富士さんですか？おお、そうだけど、あの、レスナー。わぁ、本物だ。あ、やば。1、ありがとうございます。バイバイ。うわ、すげえっすね。まあでも最近増えてんだよな。もう無事でも鬱陶しいんだよ。街中で声かかるなんて。うれしさが抑えきれてない。あ、今日も動画出すの？はい。毎日動画出した方がいいかなって思いまして。バカ、もうそんな出さんでええやん。そうなんですか？たまに爆弾放り込めばいいのよ。で、今チャンネル登録して何人いったんやん？実はこの前4000人いったんですよ。あー、すごいやん。すごいやん。うん、やるやん。ありがとうございます。今度さ、コラボしよっか。とりあえずコラボ。はい、というわけで今回ですね、特別大物ゲストに出てもらいました。バカ野郎。お前そういえば、彼女がさ、この前、あー、もうそれ言っちゃダメっすよ。何言ってんすか。とりあえずいじればいいと思っている。お、この前のたこ焼きとのコラボ動画出てんじゃん。コメント欄見てみっか。ん？横のやつつまんな。真帆と意識しすぎ。何かいじれば面白いと思ってる典型的なやつ。は？アンチは認めない。あ、お疲れ様です。お久しぶりです。おう。お疲れー。なんか最近あんま YouTube やってないんですか？飽きた。え？ネットってやっぱオタクやん。今結構サークルで忙しくてさ。あー、なるほど。でさ、たこ焼き？はい。女紹介してくんね。